今回も、クリスマス警察ね、だな。もう何回やってるんだ？あのクリスマスパトカーを導入してから今回で実況5回目ね。まあ、ウプ主はパトカー入れたら一度全部使って実況するタイプだからな。日本警察編なんかあまりやってないものだから使ってないパトカーが大量だぜ。さっさとこのクリスマスパトカーシリーズ終わらせて日本警察編の頻度上げないのかしら。こっちは眩しすぎるって苦情が殺到してるわ。あと今回と次回だけらしいぜ。もう少しの辛抱だな。ああ、そう。とりあえず出勤しようかしら。よし、じゃあ行くか。あ、マリサは今回出演しないわよ。 0.4 だから。私出演回数低くなってないか？こんにちは、ウプ主のクエストドラゴンです。 LSPD 警部、霊夢よ。はい、というわけで今回は GTA 5ゲーム実況第143弾ですね。 LSPDFR シーズン5第6回クリスマスパトカーシリーズやっていきましょうか。今回は相棒もいます。よろしく。あ、よろしく。こいつ見ない顔ね。名前は？霊夢にとって見ない顔なのは俺たちが出勤するときしか霊夢が来ないからでしょ。一人で行くとかだるいし。変なのでよく警部が務まるなぁ。とりあえず、車両紹介していきますか。今回の車両はダッジチャージャーです。え？あんた前回もダッジチャージャー乗ってなかった？乗ってたね。ただ今回のはアンテナが少ないタイプのものになります。前回の動画と見比べてみればわかりますよ。さて、外観は？まあダッジチャージャーなので全く同じですね。ハイウェイパトロールって書いてあるし。今回も高速道路のパトロールするのかしら？ここでエビス保安局なんですよね。高速道路からはちょっと遠いので、一般道をパトロールしていきたいと思います。で、車内はこんな感じです。じゃあ車両点検しますか。マックス、行くよ。おう、わかった。へぇ、あんたマックスって名前なのね。え、違いますけど。は、じゃあなんであんた反応したのよ。え、いや、名前ジェネレーターサイトで名前出したらマックス、J、スミスって出てきたから、じゃあマックスさんでいい？って聞いたらいいよって言ってくれたので。勝手に名前変えたのあんたかい。てか、本名じゃないんでしょ？いいの？それで。まあ、自分のことだってわかれば何でも。ああ、そう。まあ、ウプ主も本名はクエストドラゴンじゃないもんね。本名クエストドラゴンだったら逆にすごいわ。ってわけで、ライトが眩しくなかったので調整してきました。あれぐらいがちょうどいいと思うんだけど。現実的で、あーもう目が行きそうだわ。どうした？とまあ、夜なのでよく目立ちます。これはいいですね。あとはサイレンのテストをしておきましょうか。こんな光ってたら苦情来てもおかしくないわよ。目立たないパトカーとかもありますが、緊急走行時は目立ってもらわないといろいろあれですからね。それはそうかもしれないけど、これはさすがにやりすぎよ。とりあえず防弾チョッキを取りまして。あと無線ですね。LS16 より LS 本部。こちら LS 本部、LS16、どうぞ。ただいまより勤務を開始します、どうぞ。LS 本部了解。ディスパッチより各局、コンビニ強盗の通報あり、場所は無理得た、ハイツです。対応可能なユニットは応答。16了解、コード3で対応するわ。ディスパッチ了解、位置情報は GPS に送信済みです。速やかに対象。以上ディスパッチ。順に入電が入りましたね。とりあえず向かいましょうか。そういやジェイソンは知ってるかい？ある警察官から聞いた情報なんだが。は？ジェイソンって誰よ？何の情報？あんたジェイソンなの。ああ、俺が呼んでるあだ名だな。コードネームかっつの。これ見てくれ。ある警察官のコンピュータ紹介履歴なんだけどな。名前がロスサントスなんだよ。すげえだろ、この町と同じ名前の奴がいるなんてな。うわ、ほんとだ。いろんな奴がいるよな。すげえよ、ほんと。以前にマリサって名前の人がいたって話はしたけど、まさかこの年と同じ名前がいたとは。そんなことある？地名が人名に使われることなんて。ま、この年まんまの性格の人ってことでしょ。さて、着いたわよ。オッケー、現着だ。よし、行くかマックス。ガッテンジェイソン。もう普通に呼び合いなさいって。
はい、容量不足で録画できてませんでした。そしてあの後クラッシュしたのでここからやっていきましょうか。ちょっと、録画前は空き容量ぐらい確認しなさいよ。いやー、他のゲーム実況のファイルとかを映すの忘れてて。はぁ、これじゃ用務が出している事案ほとんどクラッシュで無駄にしてるのよ。そうですよ、最後まで遂行してください。コード4になるまで。何どうした？とりあえず前の車を調べますか。LS16 より LS 本部、ナンバー紹介願います。ナンバー 67WAK024 でボーラーです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果違反項目はありません。以上 LS 本部。てか、クラッシュするのはどうしてもモッド環境だからってのもあるし。まあ、今日本警察編の構成ファイルにアドオンを入れてもクラッシュしなくなるやり方を試しているところなので。それがうまくいけばクラッシュ頻度も減ると思うので。ふーん。そういう方法があるのね。今どんな感じなの？クラッシュするやり方と違って導入に手間がかかりますね。既存のテキストファイルに車両情報を書き込んでいくやり方なので。で、入れている車両全部を時間をかけて一気に入れたので、動かなくなりました。はい。バカじゃないの？あんた。おっと、なんだ？あの車。なんか怪しいわ。なんか、思うけどああいうボロい車乗ってるやつ。だいたい LSPDFR 起動するとヤバい車に変わるのよね。ゲーム、半分寝たいって。まあ、怪しいっちゃ怪しいので止めます。前の車の運転手さん、路肩に寄って停車してください。あいつ停車しないのか？ロスサントスの市民は車の汚れにもうるさいって聞くぞ。GTA のストーリーモードローディング画面で。マックス、君も寝たいって。とりあえず、職質行くぞ。よし、わかった。何かあったら報告する。こんばんは、警察です。フラフラしてたし絶対何かあるわよ。おっと？こや酒と麻薬の匂いだな。うわぁ、マジか。おい、ジェイソンに免許を渡すんだ、およ。じゃあちょっと調べますよ。本部、交番、ジンボブは、男で93年2月24日よ。こちら LS 本部、紹介の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 本部。あ、助手席の人もいるのか。じゃあ、出せるもの出してもらっていいですか？あ、免許のそれと、乗った保険証、でいいか？いいですよ。ありがとうございます。車体色が不明になってるし。ちょっと待って、助手席の人の免許を提示してもらうやり方忘れたわ。無理してストップザペット使わなくても、LSPDFR プラス使えばいいじゃない？あ、確かにそれもそうだね。あれ、ちょっと待て、純正のメニューが開いちゃったわ。え、嘘、これループするの？おっとごめんよ。前からストップザペットに警告もらってたじゃない？干渉してるって。そうだった。こういうことだったのか。ノンにしておかないとだね。ちょっと待って、こうするか。おい、ジェイソンに免許もう一枚渡すんだ。およ。その間にストップザペットを使います。あ、LSPDFR プラスでいいや。助手席の方、免許いいですか？おい運転手、ジェイソンに免許渡すんだ。およ、俺のはこれな。はいどうも、LS16 より LS 本部、身分紹介願います。ルイス・ロドリゲスさん、男性で1995年7月29日生まれです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 本部。はい、どうも。よし、これでデフォルトのメニューは出ないだろ。マジ？本当に調整入れないとダメだな、これ。あいた。いくつ運転士から免許もらってんの？よ、4枚。質問をしたいんだよね。おい運転手、ジェイソンに免許渡すんだ。およ。あの、飲酒してます？では隠蔽で飲酒はしてないな。紙に使っている。飲酒してるのは助手席のやつかもしれないわね。ああ、なるほど。まあ、本当かどうかわかんないけど。じゃあ次はなんであんな運転をしていたのか聞きたいんだけど。デフォルトが復活してきたわよ。ああ、そ、マジか。こんなに手こずる職質は初めてだわ。あ、多いな。霊夢、1枚あげるよ。いらないわよ。なんでよこすわけ。一応呼気検査しますよ。やっぱりこのお酒の匂いは助手席の方からね。おい運転手、ジェイソンに免許を渡すんだ。およ。なるほど。じゃあ危険運転してたのはなんでだ？これか。なぜあんな危険な運転を？いつもこんな運転だぞ。何も問題ないだろう。どうも怪しいんだけど。あ、復活した。
おい運転手、ジェイソンに免許を渡すんだ。おや。怪しいものは車に入れてませんか？いくらかあるかもな。はい、免許。調べますよ。そんな権利ないだろ。はい、もう一枚免許な。いくつもらってんのよ。もういいわ。みんなに配る。それはダメでしょ。とりあえず危険運転で切符切っとくわ。おい運転手、ジェイソンに免許を渡すんだ。おや。いつもより早く切符切らないとデフォルトメニューが邪魔してくるわ。わら、危険運転。これか。あ、出てきたわ。返しちゃダメなので、これ一旦選んで。おい運転手、ジェイソンに免許を渡すんだ。おや。はい、じゃ危険運転で3点の違反点数と650ドルの罰金ね。マジかよ。あ、免許な。もういらないわ。で、解放でいいのか。じゃあ安全運転で。うぷ主、黙って見てたけど。どうしたの？あいつ麻薬やってたんだけど。あ、やっちゃったわ、これ。まだいいわ。うぷ主、あいつから散々もらった免許と車両提示書類、こっちに渡しなさい。後で捕まえるから。ディスパッチより各局、麻薬取引の現場を目撃したと通報あり、場所はランプです。対応可能であれば応答。12枚あるから好きなの取って。あんたねえ。いいわ、全部もらう。会議で他の警察官に渡すわ。本部、21JFB347 でサルタンよ。紹介して。こちら LS 本部、紹介の結果保険がありません。以上 LS 本部。まさかあんな大量にもらった免許がここで活躍するとはな。とりあえず前のやつ止めるか。前の車の運転手、路肩に寄せて止まるんだ。なんか、あれだね、LCPDFR と違ってナンバープレートの紹介とかあるからプレイしやすくなってるんだろうね、LSPDFR。それ言うと悟りがまたこっち来るわよ。おっと、嫌な兆しが見えるな。どうも、警察です。はい、なんかよ。ちょっとね、免許いいですか？別にいいわよ。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと調べますね。LS16 より LS 本部、身分紹介願います。ローレン・ダベロさん、女性で1995年5月23日生まれです。どうぞ。こちら LS 本部、紹介の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 本部。保険なしで走っているのはなぜですか？なんだろ、保険っているのかな？って、別になくても困ることってないじゃない？いやいや、義務ですよ。じゃあ、違法なものは車内に入れてませんか？車の中に物は入れてるけど、違法なものはないわ。じゃあ調べてみてもいいですか？いや、そんなことしなくていいでしょ。だってないって言ってるんだから。はぁ、そうですか。じゃあとりあえず保険に加入ってことで切符は切りますね。マジ？加入しなきゃいけないって言うの？義務ですよ。法律でそう決められているんですから守ってもらわないと。法律ってうるさいわね。法律厳守グランドセフト王とかっつの。見たことあるタイトルね。とりあえず切符は切りますから。これは変わんないですからね。はいはい、わかったわよ。違反点数は6点、罰金は850ドルになります。日本みたいにインターネット割引とかないのかしら、アメリカには。それはもう不相応保険に聞いてくださいな。はいはい、じゃあ私はこれで。あざ、ちょっと待ってください。まだ終わってませんよ。ノットアジューでお願いします。ノットアジューって何？車の中は調べませんでしたが、あなたは何か違法なもの持ってませんか？別にセットでいいじゃない。なんで私が持ってるものまで聞くのよ。いいからいいから、質問に答えて。ないない、持ってないわよ。本当ですね。視聴者さんに向けて胸張って言えますね。今回ちょくちょくメタ要素入ってるわね。ディスパッチ、女性警官呼んで、ラ、メサ。ディスパッチ了解、対応可能な女性ユニットは LS12 の応援要請に対応してください。ちょっと、何呼んだのよ。応援だけど。ただでさえ貧しいのにどれだけ抗原呼ぶのよ。胸張って違法なものがないと言えるなら調べても問題ないでしょ。でも俺が調べるとなんか猥褻だなんだとか言われそうだから、女性の警察官を呼んだってこと。そうよ、何よ一体さんって。まあまあ、いいからおとなしくしててね。到着、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとこの人の所持品検査をお願いしたいのですが。わかりました。所見で気になるところは？ディスパッチより各局、指名手配犯の目撃情報あり、対応可能なユニットは応答。特には、まあポケットとか、いつも通り調べてもらえれば。了解。じゃあ、ゆう、後ろ向きなさい、調べるから。ゆうって言うのね。
まあいいけど。よし、あとは応援の警察官の人が調べ終わるのを待ちましょうか。にしても、あれだね、ほぼマックスと同じ距離なのに、警察官の方が調べてくれたわ。アプデの修正でも入ったのかな？あつ森とタイマだね。うん。というわけで、逮捕です、はい。まあその前に薬物検査だけしますよ。あれ、女下着まで調べたんだけど。はい、はい、ありがとうございます。だから、あの女下着の中まで勝手に。あ、薬物はやってないのね。ただ所持で逮捕ね。お願いします。俺見てなきゃだから頼むわ。了解。ユウ、後ろ向いててよく見なさい。わっぱっぱかけるわ。わっぱっぱって何？マックスは監視しないとだから女性警察官が主にやってくれるわけね。LS16 よりディスパッチ、応援に被疑者の護送対応させます。どうぞ。ディスパッチ了解。ついででこっちも調べておくか。何も持ってないって言っといて何か持ってるってことは車も怪しいわね。ゲーム用のヌンチャクとクロスボウだね。じゃあこれはレッカーで。てか LSPDFR プラス側で自動レッカーになるはずなんだけど。本部、大型レッカー呼んで、ラ、メサ、車種はサルタンよ。LS 本部了解、大型レッカーをそちらに向かわせる。よし、この事案はこれでいいかな。よし、パトロール続けるか。よし、行きますか。てか、コード2で応援呼んだのになんでサイレン鳴らしてくるのかしら。コード3だったらわかるけど。ああ、仕様らしいぞ。コード2の応援でパトライトを点灯させるかどうかが選べるんだが、サイレンを鳴らさずに来れるのは CLS 車だけらしい。DLS 対応車はワーニングまでライトステージを上げるとサイレン水鳴しちゃうらしいな。だからコード2応援の ELS 車でサイレンを鳴らしたくなければパトライトの点灯オプションをオフにするしかないな。ELS 車だったらパトライト点灯はオンでいいと思うが。というわけで、仕様なんです。仕方ないね。うつ主の場合は ELS と ELS が混ざってるからその影響ね。それもあるかな。どちらかというとパトライトはついててほしいので。サイレンが鳴っちゃうのは目をつぶります。はい、またしてもクラッシュしました。ってわけでガソリンスタンドのところから続きでやっていきます。ほんと、クラッシュ対策のアドオン車両導入した方がいいわよ。うまくいくかはわかりませんが、やるだけやってみるつもりです。でも実際に他に LSPDFR をプレイしている方からの情報だと、クラッシュしなくなったと言ってますので、効果はおそらくあるかと。100台近くを動作確認もせずに一気に導入するのはダメだろ。せめて数個に分けて確認しないとな。ほんと、確認は大事です。いやー、無駄に使ったわ、時間。めんどくさがっちゃダメよ。大体なんで一気に入れたのよ。いやー、うまく動いたらそのノリで日本警察やろうと思ってたんだけど。夜中回っちゃって。やりだけやって確認したらやっぱダメだった。と。そういうことです。だったら最初から遊ぶところを諦めるべきだったかな。そうすれば少し余裕を持てたかもしれないわね。数台入れて確認して、あとは明日に回す。とか。ちなみにこの動画、編集締め切り日に一から作ってます。だから時間的余裕は、そんなにない。あんた一週間何やってたのよ。アドオン車用の調整より動画作るべきだっただろ。それはそうと、よく LS にいるけど無理すぎる割り込みをするやついるじゃん、こいつとか。あ、その前にこいつだな。前の車の運転手さん、路肩に寄って止まってください。急にバーン、アウトしだしたな。こういうやつって逃げ出すことが多いんだよね。念のために応援を呼んでおくか。ディスパッチ、交通停止の応援をくれ、無理得た、ハイツだ。ディスパッチ了解。普通のユニットがそちらに向かっているとのこと。以上ディスパッチ。よし、来てくれたね。まあ、逃げてくれてもいいし、逃げてくれなくてもいいんだけど。最近取れ高的に追跡シーンが乏しいのよね。そこハードオン車両が関係しているかもしれないな。とりあえず職質ですね。こんばんは、警察です。だあ、警察です。免許いいですか？これな。こいつなんか様子がおかしいぜ。気をつけろ、ジェイソン。わかった。とりあえず調べますよ。ちょっと一枚だけ取っときます。LS16 より LS 本部、身分紹介願います。ラルフ・ブカルドさん、男性で2002年6月24日生まれです。どうぞ。
こちら LS 本部、照会の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 本部。なぜバーン、アウトしたんですか？せいな、信号が長いんだ。信号が短かったらお前は通行できないぞ。はいはい、違法なものはないですか？多分いくらかあるだろうな。ちょっと調べていいですか？おう、好きにせいや。じゃあちょっと車から降りてもらっていいですか？あいよ。じゃああっち行きましょうか。こっち車道なんで。マックス、被疑者を刺激するようなこと言っちゃダメじゃない？ああ、そうだったそうだった。警察官の鉄則忘れてたわ。すまないな。じゃあちょっとその人見てて。調べてくるわ。了解だ。じゃあ調べてみましょうか。何が入ってるのかな？あいつの反応からしてなんか入ってそうよ。よく探した方がいいわね。わ、いい辞書とゲームのヌンチャクだね。あとは特には、表示が見切れてるから真相はわからないけど、まあ持ち物関係では大丈夫そうかしら。一応あなたが持ってるものも調べさせてもらいますね。え、いいとも。はい、じゃあポケットとか探りますね。うん。バリバリアウトなものしか持ってないじゃないですか。言っただろ、違法なものもあるかもしれねえって。違法すぎるわよ。はい、とりあえず君は逮捕するから。違法薬物所持ね。そう、使ってね、普通の。所持の時点でアウトなのよ。おとなしくお縄につきなさい。はい。さっき普通の一般車を調べちゃったみたいで。紹介する車はこっちこっち。本部、車調べて、43SYM805 でトルネードよ。こちら LS 本部、照会の結果登記がありません。以上 LS 本部。一発より各局、精神疾患により犯罪行為を起こそうとしている者がいるとの通報あり、対応可能なユニットは応答。LS16 より LS 本部、被疑者の護送応援に引き継ぎます。どうぞ。ディスパッチ了解。本部、大型犬猿で車両回収して、トルネード、ミラー、パークね。LS 本部了解、大型レッカーをそちらに向かわせる。薬物を所持していて、おまけに登記もしていないと来たか。こりゃひどいな。ま、LS にはそういう奴が大量にいるわよ。ああ。まあ確かにね。さて、見届けたら行きますか。あ、落ちたわ。とりあえず今回はこの辺りにしますか。今回は初めてまともに相棒を使えたんじゃないかしら？まあ、まともに使うということがどういうことかはわかんないけど。まあ、比較的普通に使えた。かな？まあそんな感じで今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。